いやちゃうよ、ラジオのやつそうで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ドンという感じで、まあこれ見ただけじゃない、何かわからないと思うんですけど、今来てる20勝チャレンジですね。20勝チャレンジなんですけど、そのね、勝率トップ4のデッキが、昨日のね、時点でね、20勝チャレンジ昨日始まったのが、4時かな、16時なんで、そこからね、多分8時間ぐらいしてからの勝率トップ4のデッキが、公開されたんで、そのデッキをね、ちょっとね、一つずつ見ていこうかなと思います。ということで、ね、ちょっとまあ見えちゃったんですけど、まあ、とりあえず4位からいきましょう。ということで、ね、このデッキですね、勝率4位は、テンプレのロイジャイですね。やっぱり、まずね、このデッキが流行っている理由は、どうですかね、やっぱりね、ペッカラムとかにもね、普通に勝てるんですよ。だから流行っているデッキにまだ強いなんで、あとラバクローンにね少しだけ弱いっていう弱点があるんですけど、だからね多分4位なんですけど、デッキの完成度的には非常に高いですね。で、今流行っているクロスにも勝てるし、ペッカとかね、そのラム系にもね、このオーブンとかね、あの縦付けエレキあたりがすごく強いんで、ラム系にもねめちゃくちゃ勝てるで、今なんだろうな、枯渇がいないんで、まあライトニングがねやっぱりぶっ刺さるってことで、ゴレとかにもね普通にね勝てるんですね。やっぱプリンスがちょっと流行っているんですけど、縦線がやっぱいい味出してね、守りがまあ安定するってことですね。まあ、PS の高い人が、このデッキを使えば間違いなく安定するって感じで、ただね、取り扱いが難しいんですよ、非常に。なんで多分4位なんですね。そう。なんでまあ4位なのもすごいんですけど、まあね、強いけど、まあ、ちょっと取り扱うのが難しいという感じで、ね、多分4位なんですね。ってことで、まあ、ラバクローンには多少弱くなっちゃうけど、ラバクローン以外のデッキにはね、ほぼ全てのデッキに勝てると言っても、ね、過言ではない、このデッキを紹介していきましたということで、ね、最近ちょっとシェア紹介シリーズをやってるんですけどね、まあ、いつもはね、自分がちょっと楽しんで、ウェーイって言って動画撮ってるんですけど、まあ、たまにはね、そのためになることもね、動画にしていければなと思ってます。ということで、3位いきましょう、どうぞ。3位ですね、クロス、テスラクロス。言わずと知れたテスラクロスですね。まあ、これはね、ちょっとね、クロスの情報によって、まず、このデッキがラバクローンに強い。めちゃくちゃ流行っているラバクローンに強いっていうのもあって、あとロイジャイにもね普通に立ち回り次第では勝てますね。そう、まあ人によって本当に立ち回りすごいんですけど、防衛クロスを立ててテスラで守って、カウンターとかね、本当ジャイとかにもね普通に勝てるデッキになっていて、あとはね、なんだろうな、あのラムに強いですね。テスラが非常にね厄介でラムに強いんですよ。で、今めちゃくちゃラムが流行ってて、だけどそうですね、でザップじゃなくて雪玉が流行ってるんで、あのね、竹も変えられないんですよね、クロスの。だから、うわ、竹取れなかったって、ザップでピシャーンって、あの保険がね、効かないんで、その点でもね、やっぱ今、クロスがね、すごく強いんじゃないかなと思ってますね。まあ、僕は今、クロスは使えないんですけど、まあ、そうですね、強いと思いますね、本当に。ただ、このクロスをずっとやってる人は何にでも勝てるっていうね、感じの、すごいなんか、なんだろう、完成度の高いデッキですね。ということで3位紹介していきました。2位ですね、はい、ラバクローン。はい、みんな大好きラバクローンですね。まあ理由としては本当に一つ、使いやすい、非常に。そう、強いし、しかも今ポイズンが流行っている、まあペッカラムにもポイズンが入ってて、あとはね、なんだろうな、まあいろいろデッキは流行ってはいるんですけど、一番代表の例はペッカラムですね。多分5位がペッカラムだったと思うんですけど、5位まではね公開されてないんでわかるんですけど、多分予想はペッカラムですね。使用率的にもめちゃくちゃ高かったんで、まあただこれ勝率なんでね、勝率の高いデッキを4つ紹介って感じなんで、ペッカラムはちょっと弾いたって感じですね。ってことで、ペッカラムがポイズンが入ってるデッキが、まあラム系全般ポイズン入ってるんですけど、ポイズンが入ってても大体ランバーラバー、まあ、2枚入ってからラバー、ランバー、ベビドラにクローンかけて、そこにポイズンを出してから、ホバリング追加、コウモリ追加っていう感じで、もうタワーをね、めっちゃ折れるんですよね。まあ、昨日生放送見に行った人からしたらね、結構わかると思うんですけど、ラットがね、昨日、12勝していて、12勝じゃねえや、ラバクローンに、うわ、20勝できねえよとか言いながら、結局ラバクローンであいつ行ったんですけど、まあ、本当にね、まあ、ラットがね、もちろんラバ得意っていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ余裕でいってたんで、やっぱね、ちょっと強いんじゃないかなと思いますね。デッキパワーが非常にありますね。うん。だから、なんだろう、本当にラバクローンは立ち回り次第では、なんので、やっぱね、この流行っているデッキ全部見ても、あのね、立ち回り次第で何にでも勝てるデッキが流行るって感じですね。まあ、例えばですけど、なんだろうな、雪玉しかない。まあこれは雪玉しかないんですけど、神技系で雪玉しかないみたいなデッキは、このデッキには特化しているけど、このデッキが来たらきついっていうやつは、大体ちょっと20勝チャレンジ向きではないかなと思いますね。まあ、グラチャレは12回しか、まあ、勝つ
12回勝てばいいだけなんで、まあ、たまたまマッチングしないってことがあるんですけど、20勝チャレンジは20回勝たなきゃいけないですよ。だからどのデッキにもね、やっぱりあのマッチングする確率っていうのは高くて、やっぱねこのデッキには勝てないっていうのはちょっと流行らないかなって感じがしますね。ってことで、ラバクロンですね、まあ、使いやすいし強いって感じのデッキです。ってことで1位いきましょう。ドーンと、はい、ラバクロンみんな大好きラバクロンですね。結局、ここはバーバリアン型になってるんですけど、それ多分理由あって、バーバリアンって、ランバーと違ってね、まあ攻めの時の火力はちょっと劣るんですけど、ランバーには、ね、劣るんですけど、防衛が、ね、非常に優秀で、まずロイジャイを、ゼロ発で抑えられる、うん、これがめちゃくちゃ強い。まずロイジャイを抑えれる、プリンスにも強くなる。で、あとはね、あのラムをね完封できるんですよ。何も呪文打たれなかったら、雪玉でスワーンってやられたら、それでも一発ぐらいで抑えられるんですけど、あのババでね完封できるんで、ケツラバした時の逆サイ防衛がバーバリアンが非常に優秀で、あの人技系で特攻されてもね全部ババで守れるんですよ。そうだから、ランバーだったらジャイプリにめっちゃ弱くて、正直ジャイプリだったら、あのまずスケアミにザップ打てば、あとランバーしか陸がいないんで、プリンスがねランバーにカツーンつって通るんですけど、ババがいるだけで、いや通らんやん今日はってなるんですよ。そうもうプリンスがほらんと通らんってなるんで、ババ型がね流行ったんじゃないかなと思います。ただね、まだ1日しか経ってないんで、あのどんどんね流行りのデッキっていうのは変わってくると思うんですけど、流行りのデッキが変わって、そのメタデッキが生まれて、そのメタデッキをメタるように、あの環境は変わってくんで、あの6日もあればね多分環境は変わって、逆にラバクロンメタラリーデッキが多すぎてラバクロンきつすぎやろってなるかもしれないんですけど、とりあえず昨日の時点での、勝率が高いデッキですね。まだね全然環境は変わってないんで、とりあえずこの、デッキ迷ってる人は、この4つのうちねどれかをね使えばいいんじゃないかなと思います。だけどまあね、僕個人的にはやっぱりペッカラムとかね、このラムジンギーが得意で、昨日クリアしたのはこのデッキなんですけど、ペッカラムとかねラムジンギーは得意なんで、そこら辺はねちょっと、まあ、僕のね市場挟むと、まあね、そこね参考にねしていただいて、これで入手していただけると嬉しいなという感じですね。ってことでね、とりあえずこのね熱々の脂乗ったラバクローンでね、とりあえずこのね闇の入手チャレンジいきたいと思います。ね、使い方だけ紹介という感じで、まあね、勝率1位のデッキなんでね、使い方をこれでね、ちょっと分かってもらえればなと思います。まあ、初手ラバは割と安牌なんですよね。そう、ホバとかあるときって逆サイホバで許容しながら守れるんで。お、来た。これ、ババゲーミングで来ますね。相手の呪文がポイズンか、ライトニングか分かんないんですけど、これはライトニングじゃだったら、まあ、ホバでもいいんですけどね。ポイズンの場合、ホバとババ両方にかけられちゃうんで、これはベビドラを重ねていき、はい、よいしょ、ババで守っていきます。でーんと、これが強い。本当に、いや、お前、めちゃくちゃ、もうゴーレムが散歩歩いたぐらいでもう半分削ってるっすからね、これ。はい、爆破しか入らないと。一発も攻撃も許さないという感じで、はいはいはい、ポイズン切りましたね、あなた。はいはいはい、はい、という感じでもう、OK。これで、なるほど。それは強い。それは強いな。ただね、ちゃんとこっちの、こっちトラ、タゲを取ってるんで、よいしょ。やった、やだ、オッケー。これでスキャミをね、なんで今スキャミ出したのって思うと思うんですけど、あの、ラバー、このね、落ち着くじゃないですか、この攻防が落ち着いた時に、ラバーが初手にあるのが絶対に大事なんですよ。ラバーが手札にないと、ケツラバできないんで、ここで今スキャミをね、えいつって手札回しで出すのと、あの、今みたいにね、ベビドラ、ちょっと残ったベビドラ前に、スキャミを出すのじゃ、割とね、結構、あの、質が違うんですね。スキャミの質が違うんですね。やっぱり質が。なんで、そういうのが大事ですね。で、今ちょっとラバーが先行し気味なんですけど、まあ、3が5も切ったばっかなんでね、ベビドラをね、出していって、はい、ババリアと。ドロロンという感じで、もうここで溶かしていきます。で、ここでクローンかけちゃいます。よいしょ。はい。いいね。いいクローンかけちゃった。いいクローンかけちゃったな。これで雪玉ポーンって寄っていって、あ、いらない、いらない、いらなかったわ。まあね、この雪玉は、まあ、手札回しですね。手札回し。って感じで、今、ちゃんと、攻防が落ち着きそうなタイミングで手札を確認して、こうやって落ち着くじゃないですか。はい、落ち着きましたっつって、ケツラバ出せるのがマジで大事なんです。だから、若干必要ないかなって思っても、ただ単にね、こうやってスキャミをバンって出すよりは、さっきのタイミングで出した方がいいんで、落ち着くタイミングで、このね、1枚手札回してあげるっていうのがね、大事ですね。で、これ、はい、スケブ。はい。よいしょ。
はいはいはい、守っていく。相手からしたら地獄っすねこれは。ドーン、はい、ドーンという感じで、とりあえずねもうしばき倒していきます。これで、はい、出しましたね、あなたポイズンという感じでホバを出していき、はい、よいしょ、拾っていき、はいはいと、はいはいはい、よいしょ、ドン、イーサンコーラこれないという感じで、こんな感じですね本当に。だからちゃんとラバーを切って攻防が落ち着く前に4枚切るっていうのが大事ですね。だからクローンは3コストだし、出すだけで火力が増すんで、言ってあのお得なんですね本当に。出すだけ得なんで全然バシバシいっちゃっていいですね。あとね、そのクローン出すと前後にこうやってパパパンってクローンが出るんで、ユニット位置が多少ずれるんで、相手が呪文とか打った時にたまにずれて、ね、ラッキーでずれることがあるんですね。だからもう打ち毒っすね正直クローンは。で防衛でポイズンね、裂かれた時にクローン打っても意味ねえやんって思う人もいるかもしれないんですけど、そしたらね別にあれなんで、よいしょ、まあ言うて3コスなんでね、まあ、手札回しでね、まあ回してると思えばええんやないって感じですね。でとりあえずなんか今コバよりもベビーダル出してたんですけど、それ理由がありましてね、あのポイズンで溶かされちゃうんですよね。ここで出すと、ただ端前で出すと防衛ポイズン打たれてもコバね 4,5 発殴るんで、これ大事。あーなるほど、それは強いな。これどうせポイズン来るんですよね。でここではさすがにいけないかなって感じはあるんですけど、よいしょ、これに適当に出していくか。よいしょよいしょー、ここでクローン、いやーこれ雪玉使ったんでね相手が、はい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 という感じで、はい、ラバが回りましたね。ラバが回ってます、ラバが回ります。これでこれは許さない、ババを出します、敵玉よいしょ、はい、完封、これが強い。ラム環境で圧倒的にババが刺さってるんですね、これがマジねイカチ。ラバこの1本打った時にどこに出せばいいかなと思う人いると思うんですけど、ここっすね、ラバは。ここ。出すと、こうやっていって、こう、あ、雪玉の方が説明できる。こう曲がるんですよ。だから、両サイドにどっちのね、どの位置にユニットを出しても、ラバがね、結局最終的にはタゲを取って、こう行ってくれるんで、あのどっちにでもね、ユニットを避けるっていうのがね、非常にでかいですね。よいしょ。はいはいはい。これで、これで、ちょっとおつらい。おつらい。はい。え？雪玉を使いましたね、あなた。はい。あなた使いましたね。よいしょ。パフと。許さない、許さない。絶対許さない。折るのは。はい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 。という感じで折っていきます。よいしょ、こっち戻ってこい。よいしょ。はい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 、はい。ってことで、まずね、ホバから切っていき、これはもう1本折られてもいいんで、こっち捨ててね、サンクラで気持ちよくなりたいと思います。ってことで、いきましょう。よいしょ。これで、ババアとかね、適当に出していって、ファーンって分かれてくれると思うんで、はいはいはい。よいしょ。よいしょ。ダーンという感じで、いっていき、よいしょ。あとはもう出すだけ、出すだけまーん。いやー気持ちよすぎる、最高すぎる、火力が高え、いいね、いやーすごい気持ちいいって感じですね。この感じですね、この感じを、煽りベビドラ、煽りベビドラ、この感じを覚えていただければなと思います。ってことでね、まあ、ちょっとやってったんですけど、20勝チャレンジで、ね、どんどんね、やっぱ俺らからしたらね、すごくありがたいチャレンジで、20勝して、すごいね、もうすぐ動画上げたくなっちゃうんですよ、僕ね、20勝したら。なんでね、20勝するために動画を上げていくのでね、ぜひそちらの方も参考にしていただければなと思います。ということで、もう一回おさらい。これが4位ですね。3位、2位、1位という感じで、今ね、まあ、このラバクローン1、2位占めてるんでね、まあこの後もう今日ぐらいはね、まあ、ラバクローンがね強いと思う、環境変わらないと思うんでね、ぜひ使ってみてください。ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。